さあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、お子様の左脳と右脳をどちらを鍛えたいですかという、えー、テーマでお話していきたいと思います。まあ、さすがにこうやって聞かれるとですね、佐、え、野、ー、も右脳も、えー、バランスよく、えー、鍛えたいんだという答えが、えー、返ってきそうではあるんですけどね。 あのー、まあ、当然そうですよね、えー。鍛えられるものであれば、左、え、のー、右の両方とも鍛えたいということなんですけども、一応あのー、最近、えー、ご紹介させてもらってます。えー、石堂の社長、沼田社長がですね、書かれた子供に習い事をさせるなら、そろばんから始めなさいと、えー。この本のですね、第2章に出てくるんです。第2章に出てくる、えー、脳外科医の えっと、篠浦、篠浦教授のお話が出てくるんですかね、非常に興味深い、えー、お話が出てきております。まあ、そろばんを使う、暗算を使うと、うのの開発に役立つんですよという話ですね。で、なおかつ、えー、小さい頃、えー、6歳ぐらいまでは、う、え、のー からまずは発達してくるのでそこら辺から、えー、ガン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 トレーニングしていくのがいいんじゃないでしょうかというようなお話の内容が載ってたりするんですけどあの一応教室には1冊はありますんでね、えー、保護者の方気になる方は是非是非ゴリ先生まで行ってください貸し出しますからねはいで その、まあ、うの、えっ、ー、と、その、この本の中にも載ってますけどね、基本こうやって喋ったりとか、えー、普通の計算をしたりとか、えー、実は計算をしたりというのは、左脳なんですね。サノで、えー、行われていると、喋ったりと。で、じゃあよく、 そろばん暗算をやると、右脳の開発に役立つよという話を皆さんされると思うんですけど、それはですね、数字をです、ね、暗算の時に、数字を、数字として認識しないんですね、数字をイメージに変換しているから、えー、右脳のトレーニングになるというような内容なんです、えー、本にも書いてあるんですけどね。 当然、右、え、脳、ー、と左脳両方使うことによって、計算スピードがあれだけ抜群に、えー、要は通常イメージに変換してるからなんですね。だから、右脳開発に役立ってると。だから、うちの教室でもですね、あの、ちょっと考え方が違うんですよね。通常の計算。えー 例えば、クモンさんとかでやってるような筆算であるとか、そういうような計算って、やはり左脳で行われるわけですよね。なんで、ゴリ先生がよく必ず、えー、保護者の方が来た時にあに、できる選手が計算をしながら、えー、ゴリ先生と会話ができるというのをよく見せるんですけど、あれっていうのは、 えー、両方、右脳と左脳が両方同時に動いてるから、えー、できるんであってですね、例えば、ゴリ先生も287って言いながら365って書けたりとかですね、これもそうですよね、数字をイメージとして、右脳と左脳両方とも動かしてるからできるはずなんですよね。で、それを、えー、うちの教室の新しい方針ですよね、暗算段位、暗算台を全員合格目指したいと、で、やはり、 安産第位取るにはです、ねえー、しっかり頭の中で、えー、透明ソロマンこの球のイメージがです、ね、しっかりできていないと、えー、当然、あのレベルの問題というのは解けてこないんで,です、ね、だから今、一生懸命こう、えー、いろんな企画を作りながらです、ね、頑張っているわけですね、まあ、当然、えー、右脳と左脳、両方バラ,ンスよくバランスよくトレーニングしていくのが一番ベストだとは思うんですけどね。 左脳、あのー、だけ、佐野を中心的にトレーニングする、えー、というのは非常に習い事としては多いですよね、文字と数字、えー、ですからね、学習塾行っても十分トレーニングできますからね。 ただやはり、う、え、のー、をなかなかトレーニングするっていう習い事ってそんなに数はないと思うんですね。まあ、そろばんざ学習をやってる、えー、教室をやってる、ゴリ先生が言うから、まあ、そういう流れになるんだろうというふうに思われてしまうかも分かりませんけど、なかなかうのトレーニング、えー、をできる場所っていうのは、まあ、当然、絵画とかですね、えー、そういうような絵を描く、えー、習い事とか当然 OK ですけどね。 あのなかなか少ないとは思います、でやはりまあ大人になってからそろばんをやって、暗算できるようになると、う脳開発が後から、後からこうやってくるわけですよね、ただ、子どもたちのうちにう脳開発をしっかりやっておけばです、ね、えー、非常にメリット、う脳が開発された時のメリットって、 その後にずっとつながりますからね、えー、中高、大学、さらに社会人になって、いろんなアイデアとか発想力とかに繋がっていきますのであの、非常にいいんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。はい、えー、ぜひですねあの、非常にいい内容の、えー、本あの、書かれてますからね、まああの、買っていただいても当然、 ありがたいですけどね、まあ、あのうちに、えー、行ってもらえれば、えー、いくらでもお貸ししますからね、ぜひぜひ一度読んでもらえれば嬉しいです、はいえー。今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝ですそれではままたお会いしましょうババイバイ